どうも、ラウチンでーす。百英雄伝やっていきまーす。よろしくお願いします。このゲーム、街の開発ってかなり難しいですよね。ある程度のところまではいけると思うんですけども、ある素材の入手が難しくって、ちょっと行き詰まると思います。その素材っていうのが、おそらくこの2つ。オリハルコンと御神木のかけら。この2つが難しいんですよね。今日はこの2つの入手方法をやっていきたいと思います。それではまず、御神木から行きましょう。御神木はここで入手することができます。バーガンティア城ですね。で、今回ちょっとサポートキャラ、ダッシュのやつをつけてきたんですけども、集めるときには、御神木をたくさん入手できるサポートキャラを連れてきてください。まず一つ目ですね。一つ目は、このマップの、こういったところですね。こういった。でここに御神木のかけらがあります。そしてもう一つ入手する場所があります。そして二つ目はここですね。ボスの手前になります。ボスのすぐ手前のところに、御神木がもう一箇所ありますね。ここがボスなんですけども、ここですね。ここに御神木のかけらがあります。計2箇所ですね。サポートキャラをつけてくると、1周で8個かな ?8 個入手することができます。じゃあ次、オリハルコンに行きましょう。では、オリハルコン。オリハルコンはここですね。大岩気ウェルシュヌかな大岩気で合ってるとは思うんですけども、ここにあります。まず、入り口すぐのところに一つ目がありますね。こう行って、ここですね。ここにオリハルコンがあります。もう一箇所あります。二箇所目はここですね。ボスの手前のセーブポイントのすぐ横。ここですね。ここもオリハルコンが、サポートキャラをつけてくると、計8個一周で入手することができます。では、オリハルコンと御神木をゲットしました。まずはね、ここを解放するようにしてください。これ、素材倉庫の変換機能追加ですね。まずは、どこよりも先にここを、開けてください。そうすると、素材倉庫。ここで変換機能が、追加されるんですよ。この変換機能っていうのが、欲しいアイテムを選んで、で、他のアイテムをポイント化させて、そのアイテムをゲットできるっていうやつですね。これかなり便利なので、まずはこれを取ってください。うん。そうしたらば、素材は結構余ってると思うので、どんどんぶち込んで、御神木とかオリハルコンとか、そのあたりを、変えていってください。それが多分一番効率がいい感じだと思います。はい。ということで、皆さん撮ってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。